さて、こちら JR 松山駅の周辺です。この秋、駅舎が新しくなるんですね。県と松山の玄関口としてどう変わるのか。そしてこの新駅舎から愛媛を売り込もうと戦略を練る地元企業の動きなど、気になる松山駅周辺の今の動きを追いました。 JR 松山駅、今はこのレトロな雰囲気が特徴的ですが、この後ろで新しい駅舎の建設が進められています。街の姿は大きく変わりそうです。構想から30年以上、今 JR 松山駅の周辺が生まれ変わろうとしています。どんなに変わるんだろうかな思って、明るくなったらね、お店なんかもできるって言えるから、ちょっとそれは期待してるけど。愛媛のここ中心部、玄関やけんね、高松に負けんように発展したいと思うよ。JR 松山駅の周辺では、県が行う連続立体交差事業と松山市が行う周辺整備事業が行われています。このうち連続立体交差事業、駅とその周辺の高架化がこの秋に完了予定。これに合わせて今回新しくなるのが駅舎です。今の駅舎の西側に建設中の新駅舎、その一番のポイントは西口の新設です。裏からの、西側からのアクセスっていうのはなかったんです。なかなかできない状況だったんですけど、高架化されることによりまして、西側からのアクセスっていうのも可能になります。これまでは東側にしか入り口がありませんでしたが、新たに西側にも設けられ、コンコースで東西を通り抜けできるようになります。コンコースができることによりまして、人の往来っていうのが可能になります。店舗なんかもそこには入ることになりますので、またここもですね、にぎわい空間といいますか、そういう形で形成されていくものだというふうに考えております。先月、その駅舎1階コンコース周辺の商業エリアの詳細も発表されました。こちらは JR 四国が発表した完成後のイメージです。明るい雰囲気で広々とした通路が特徴的。延べ床面積およそ2100平方メートルに18店舗が入る予定です。気になるテナントはこちら。コンビニや土産店のほか、かまぼこ店や和菓子店といった地元の老舗に、松山で人気のチーズケーキ店やコーヒースタンドなども出店予定です。また飲食店も充実。地元発のラーメン店などのほか、県内初出店となる愛媛のグルメが楽しめるお店や寿司居酒屋も出店します。にぎわいが期待される駅中への出店に向け、各テナントも戦略を巡らせています。松山市に5店舗を構え、県内の農家直送の野菜などを使った弁当を提供するおいしい音。出店する松山駅の店舗では、通勤・通学客もターゲットに、弁当以外の商品にも力を入れたい考えです。普段忙しい人、朝ごはん食べる時間がない人とかも、駅でパッと買っていただいて、新しくサンドイッチとかも推していこうと思うので、そういうのも食べていただきたいなと思います。電車に乗りながらでも簡単に食べられるサンドイッチに注目し、今後松山駅限定のオリジナル商品の開発も検討しているということです。また松山の玄関口への出店ということで、地元の客だけでなく観光客の利用にも期待。新しく駅がなるので、新しい人がいっぱい来てくれたら、地産地消と無農薬にこだわって作らせてもらっているので、愛媛の食材の美味しさを知っていただきたいなと思います。創業以来受け継がれてきた熟成ダレを使ったうなぎ料理が自慢の人気店、うなぎ小倉も出店。小倉康明社長は、今回の出店に合わせた新商品の開発に意欲を見せているんです。それが駅弁スタイルのうな重を今考えているところです。そう、鉄道の旅の楽しみといえばやはり駅弁。
そこで買ってから 3,4 時間経っても美味しく食べられる工夫を凝らし、卵焼きや季節の野菜を使ったお惣菜なども加えたうな重の販売を考えているそうです。 JR を使うということは旅ですよね。やっぱり旅って食だと思ってます。県外の方、外国の方、いろんなところから来るかと思います。はい、そのためにもなんか松山で美味しいものを食べたよと言っていただけるようなメニュー作りであったり、うなぎであったりしたいと思います。18店舗が入居する予定の松山駅高架下の商業エリアのオープンは今年秋の予定です。一方で高架化が完了し、新しい駅舎での営業が始まった後も駅周辺の整備事業は続きます。来年度には西口の駅前広場の工事がスタート。整備後はロータリーが設けられ、車の乗り降りも可能になる予定です。一方、東口の駅前広場の工事は再来年度の2026年度から始まる予定です。路面電車の停留所がより JR 側に近い場所に変更される計画もあるなど、駅周辺の風景は今後10年ほどをかけてガラッと変わりそうです。商業施設だけじゃなくて、子どももやっぱり電車とか好きだと思うんで、子どもたちも遊べる場所もあってもいいのかなっていうところは思いますね。はい、松山駅みんなで作らないといけないと思います。はい、みんなで協力して、松山の人も、あそこの中に入るスタッフ、うちだけじゃなくて他の店の人もみんなで、松山を盛り上げれたらいいなと思ってます。はい、町の人たちの期待も高まる県と松山の玄関口の再開発。 JR 松山駅周辺はさらなる進化へ注目です。駅ってやっぱり観光や生活の拠点ですし、にぎわい期待したいですね。そうですね、今回は駅舎に注目しましたけれども、周辺もっと変わってますから、これからも取材続けたいと思います。